長崎歴史文化博物館。長崎歴史文化博物館は、長崎県長崎市立山にある、長崎県立及び、長崎市立の博物館である。2005年11月に開館。長崎県と長崎市が、行政の垣根を超え予算と収蔵品を出し合い、設置した。管理、運営は、指定管理者制度により、民間企業の野村工芸者が行っている。 館のメインテーマは、近世長崎の海外交流史だが、民間企業が運営していることもあり、様々なジャンルの企画展や集客イベントを積極的に行っている。名誉館長には、脚本家の市川新一、初代館長は前城番大学学長の大堀、明が就任した。歴史文化展示ゾーン、長崎武業所ゾーン、長崎歴史情報コーナー、 伝統工芸体験工房、資料閲覧室、ショップレストランがある。その他の施設として、企画展示室、イベントの間、イベント広場、ホールがある。長崎武行所立山役所のお知らせでは、土、日、祝日に20分ほどの寸劇が行われて、当時の裁判の様子を再現している。開始時間は11時、12時、14時、15時、16時。 寸劇終了後は記念撮影時間が設けてある。寸劇は県内の大学生や県民が寸劇ボランティアとして約21名参加している。同館で上映される長崎奉行の一年を描いた立体映画には俳優の風間森尾が長崎奉行遠山影国役で出演している。長崎県立美術博物館が閉鎖され、 東博物館と長崎県美術館とに分離される際に旧美術博物館の敷地と同館に隣接していた旧長崎県知事校舎の敷地に建てられた3階建て建設時には旧長崎奉行所の石段や庭園などの遺構が出土した石段は補強され奉行所門側のエントランスとして活用されている設計は日本を代表する建築家黒川紀章。 道館の西側には、長崎原爆投下時に、第一報を政府や軍に打電した立山防空号が残っている。道館のオープンに合わせ合内ないを整備、周辺が公園化され、一般公開されている。ありがとうございます。